第25回海軍航空隊は、フランス海軍海軍航空隊紹介、海洋監視航空軍令下の紹介機部隊。1953年6月20日に、ラルティーグ海軍航空基地で編成された。第190ヒチフラ空軍基地に所在し、紹介機にファルコン200を運用する。また、トントゥータ海軍航空基地に文献隊を派遣している。 第25回海軍航空隊は、1953年6月20日に、第11回海軍航空隊からの改編により、誕生し、アブロランカスター飛行隊として、フランス領アルジェリアのラルティーグ海軍航空基地に、所在した。1958年7月には、ロッキード P2V-6 に、機種転換し、対戦紹介及び、捜索救難任務を、主とした。 1983年7月29日に解体され、2000年9月1日に脱走ファルコン200飛行隊として、第 9S 飛行中隊及び、第 12S 飛行中隊の任務と航空機を引き継ぎ、第190た7フラー空軍基地で再編成された。ニューカレドニアのトントゥータ海軍航空基地に、軍権隊が配置されたほか、2001年7月から2003年4月まで、 マルティニークの第365ラマンタン空軍基地にも文献隊が配置され、カリブ海での海洋紹介任務やフランス領ギアナのギアナ宇宙センターでの警戒任務についていた。第25回海軍航空隊は太平洋における海洋紹介任務及び捜索救難任務のほか、2019年3月には約3週間日本周辺海域における 朝鮮民主主義人民共和国の国際連合安全保障理事会決議の実効性確保のため国連軍事協定に基づき沖縄県に所在する在日アメリカ空軍カデナ基地を拠点にセトリの警戒監視活動も実施している第25回海軍航空隊で運用した P にボルトマイナス7ありがとうございます